前回は西川河川さんの「花を買う我が商誉でも買える花を」という俳句を鑑賞したんですがその続きです今日のテーマは西川,河川はななぜ卑屈に見えないのか今これ私が撮っているのは2022年3月26日土曜日なんですが明日 3月27日にサーチライト観光記念イベントというのが開催されます。それをリモートで視聴する予定なんですけど、その前にどうしても今の時点での感想を言っておきたかったので、今回は大急ぎで、ひとまず音声で収録しています。なので、スライドトーク形式みたいな形になりますが、お付き合いよろしくお願いします。 あのね河川さんの句ってね「生活苦しい」とか「労働つらい」みたいな内容を描いた句が結構あるんですよ。花を買ううの俳句もそうですし初調や働働日日と働く日々っていう句とかねこれすごいよね。働く日の方が圧倒的に多いで「働く日々」で字余りになってるのがこれがもう働く日々の長さをまた言っているようで。 えなんかそこがすごい好きなんですよね。これ最近読んだ中の最優秀字余り症候補です。で、えっと、こちら今画面に出ているように、こういった感じで、まあとにかく、あのー、生活苦しい、労働辛いみたいな俳句が多いと。賞与が少ない。非正規雇用なのに父親になっちゃった。休みが少ない。失業した。再就職のために面接受けてる。 こういう非常にもう読んでてしんどいようなことが描かれているわけですよ。こういうい内容をを僕は自生活を俳句に読んでますよっていうスタイルで発表する作家ってともすれば「自虐的でであったり卑屈に見えそうじゃないですか何言うとんあんた十分頑張っとるじゃないの」って周りからフォローされるのを待ってるいじけたやつ。 みたいに見えそうじゃないなんですけど私はあのクシューサーチライトを読んだ時にはねそういう風な卑屈な印象は受けなかったんですよそこで冒頭で言ったやつですなぜ卑屈に見えないのか理由1なんだかんだで幸せそうな雲多いから理由2 巧妙に生々しさが避けられているから。理由3。自分を責めたり人を羨むというより、社会に目を向けているから。はい。まず理由1から。えっと、家族を読んだ国顕著だと思うんですけど、すっごく幸せそうなの。充実感があんのね。こういうのを石川卓木に読まれたら、めちゃくちゃ妬まれるんじゃないですか この問いに何度も虹と答えけり、子供のあれ何っていう質問に、ああ、虹が出てるねって教えてあげたら、虹とか虹とか繰り返されて、虹、虹だよみたいな、なんかこう、小さい子に何度も何度も答えて教えてあげてる場面。同じように、初めて、例えば、鳩を教えた日もあって、 たり初めて海を教えた日もあったと思うんですよ何回も何回も繰り返しながらねでもその虹って結構レアな現象で日常の中の小さな奇跡のようなものだからなんかこうより特別な瞬間になる感じがしますよね今日昇る月を我が子は初めてか ここの句何なのこのなよさ子供にとって初めて月の下に出る夜があってでもそれをこうひっくり返して月に対して「我が子に会うのは初めてか」っていうふうに語りかけているわけですよ。まるで神話みたいな雰囲気月さえも我が支配下と言わんばかりの古代の王様が御自ら生まれたばかりの王子様を 胸に抱いて、土台に出ての一言っていう感じじゃないですか。ギリシャ劇なの千夜一夜物語なのインド映画なのみたいな、踊っちゃう踊っちゃうみたいな。非正規雇用っぽさが微塵もないですよね。彩りや妻をテーブルから下ろす。 この句妻は多分電球かなんか変えてくれてるんだと思うんですよ普通に考えたらテーブルに上がって降りるっていう動作は家事労働の一コマなんだけどそれをこう彩りという季語でデコることにより妻がまるで活動的なディズニープリンセスみたいに愛らしく思えるわけよそしてそれを支える自分を王子様のように描いてると言えるのではないでしょうか 椅子引いて妻座らせる聖夜劇。聖夜劇を子供が演じるのを幼稚園に見に行っているとして、その単に会場の幼稚園が狭くて椅子が詰まってて、一度引かないとその列に座れないようなぎっちぎっちの配置だったのかもしれないけれども、それでもやはりちょっと想像しちゃうんですよ。さあマダム、どうぞおかけください。 でギャルソンのもうこの今紹介した3句のあたりはほとんど王公貴族の暮らしみたいになっててすっごく素敵でただこれらを「生活苦しい」系の句と合わせて読むと実際の苦しさをごまかすために自分で自分に打って 見てるモルヒネみたいにも見えちゃうとこがあるんですよ理由2の「巧妙に生々しさが避けられているから」についてですけど「えっと、週刊俳句」で伊藤正則さんが映画を見終わった後のようであったっていうふうに言われていたり。 サーチライト観光記念イベントの登壇者の一人である原口翔平さんのツイートでもえちょっと触れられていることなんですけれどもえざっくり言っちゃうと映画や演劇に関するキーワードを散りばめることによって虚実の境が曖昧にされているみたいなところがあるんですよね今から始まる句集はドキュメンタリーかもしれないしフィクションかもしれない いずれにせよ記録され編集を経たものですよっていうことを示すかのように映写機の位置確かむる彼のかなという句が句集の冒頭にそれも章立ての外の句集全体の一番頭っていう位置に置かれているんですよまたさらにあの波というタイトルをつけられた章の冒頭に 開演のブザーレーノに欲しけりっていう句が置かれている演劇が始まる前の開演ブザーですよねレーノは劇場じゃないから開演ブザーなんて普通はならないんだけどそこにブザーがなればいいのになっていうこの作者はここから先の俳句は芝居ですよって言ってるのかもしれないなっていうふうに感じさせるわけ 苦衆冒頭からいきなり、もし、あの、生活苦しい失業してお金ないしんどいみたいな句が始まるとしたら、その苦衆を私は日記みたいに読んじゃうかもしれない。そして、もっと自虐的な卑屈な印象を受けたかもしれないって思うんですよ。でも、映写機、開演ブザーのような句が、うまいこと、 この物語は実際の事件をもとにしたフィクションであり、みたいな注意書きの役割をしてくれてると思うんですよ。そして、生身の作者の生活そのものと作品をイコールでつなぐっていう思考を避けるようにうまいこと誘導してくれてる感じがする。えー、その他にも、サーチライトにはえこちらで引用してるような 演劇または映画に関する句が妙に多いんですよ。それらも合わせて読者はというか私は生活をのぞき見させられてるんじゃなくて演出されたものを見てるんだっていう安心感を持って読むことができたのね。理由3自分を責めたり人を羨むというより社会に目を向けているから。西川河川さんは というか、河川さんの俳句の語り手は、自分の状況を語るときに、社会に目を向けている。不遇の原因を、社会状況から客観的に把握しているっていうことが感じられるんです。それは、その、こちらに引用したデモの句であったりとか、こういった政治的な句。 通常プロレタリア系の俳句団体以外の俳句では避けられがちな政治的な内容が読まれているんですよそれからディストピア SF みたいな句もあって「注がれし事入学の列来たる」とかえ「喜びのほかは分からぬ解雇かな」「楽しく過ごしてるうちに茹でられちゃいそうで怖いですよね」 こういうすごく怖い管理社会系ディストピア SF であり、なおかつ私たちの今の現実そのものなんだっていう句こういうのって社会の構造というものに向ける目線がないと書けない句なんですよね。はい。 というわけで、西川河川さんのサーチライトが、卑屈に見えない理由を私なりに考えて語ってきたわけだけど、そもそも卑屈っていう発想はどこから来たのっていう疑問も終わりかと思う。これがね、あの、西川河川さんが、随筆のような形で自分語りをするときに、卑屈とまで言ったら申し訳ないけど、いじけてく姿を晒すことがあるんですよ。 非常に良い事例を最近見つけまして、えっ、ー、と、こちらのネットプリントをご覧ください。えー、生まれてこの方、脱が上がらない。40代を目前に相変わらずの発給、平社員、定義能では深刻さが段違いとかね。これさ <laughs> 自虐ネタで笑いを取る感じっていうか、 読者にフォローを強いてくる感じというか、励まされ待ちっていうか、いじけてるよね。この人よりさらに状況苦しい人間はどんな顔して読めばいいのこれ。なのにね、なのによこんなクシューサーチライトではビシッとかっこよく決めてくるんだよああ、だいたい満足しました。ご清聴ありがとうございました。それでは、 またお会いしましょうバイバーイ